佐藤先輩、オンエはい。アお疲れ様でした。なんで急に妙に後輩ぶってるの？ちょっと。いや、妙に後輩ぶってる。佐藤先輩っていつもお呼びしてるじゃないですか。いつも8割タメ口じゃないですか。そんなことないじゃないですか。やめてください、風評被害は。初めてだよね、一緒にやるのね。そうですね。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとタイトルコールの方からいいですか。あ、そうだ、忘れてましたね。はい、はい。視聴者の皆さんのことを教えてください。教えてジッププラス3、はい、ね、徳島式ね。 ありがとうございます。はい、今週はご飯のお供というテーマで聞いてまして。難題ですよ。はい、でね、ですね、なんか結構いろんな方の投稿を見てると、はいはい、なんか千葉県の方は味噌ピーとか、味噌ピーご飯につける、はい、とか、あと福岡出身の方は梅の実ひじきとか。明太子とかじゃないんだ。はい、あ、でも梅の実ひじきめっちゃ美味しいんですよ。美味しいよね。はい、はいはいはい、そうなんですよ。とか結構やっぱりご当地のものが多いなっていう印象で、ただですよ、うん、佐藤先輩といえば東京出身の超シティボーイじゃないですか。いや、ちょっと待ってください。東京出身の徳島さんが何をおっしゃいますか。いや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 、ちょっと私なぞはもうまだ風評被害ですよ、それこそ。いやなの でしかも、ね、うん、吉崎さんお料理もすごくされてるって聞くので、しなきゃいけない状況だからね。お、まあそうですね、お一人ですもんね。おい、どうだよね、なんだろう。徳島何。私はでも昔からですね、母が作ったそぼろが好きで、はい、お弁当にはいつもこういりいりといったそぼろを入れてもらってました。なんか普通のそぼろと徳島ママのそぼろは違う。違いません。違いません。それはいいんだよね。はい、もう多分本当にベーシックなひき肉をただただ甘辛く炒めたものという。みりんでみたいな。はい。はい、いいね。今もじゃあちょっと家ではママ直伝のそぼろをやっちゃった。そうです、直伝されなかったので、徳島も徳島でオリジナルの適当な分量で適当に作ってます。徳島流ね。はい、いいよね。今日そぼろもね、作り置きもできるし。そうなんです、そうなんですよ。作り置きなんか言いたくねえな。いや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 、吉崎さんはどうですか。僕ね、今考えたんですけど、はい、味噌汁。おお、確かにご飯のお供ですね。そうそうそう。で、ただ結構その味噌汁ってなんかこう悪しき思い出があって、で、大学の時に部活の寮に暮らしてた時期があって、でその時って1年生から4年生までみんな同じ寮に暮らしてたのね。で、朝6時半から朝練があって、はい、終わった後にみんなで朝食を食べるんだけど、はい、その時にご飯と味噌汁を用意するのが1年生の仕事だった。あ、部活ですもんね。で、味噌汁の具が大事なんですよ、そうなると。ほうほう。毎日。ああ、そっか、変えないといけないんですね。そう、で、ルールがあって、必ず具は2種類以上って言われてた。豆腐だけとかじゃダメなんですね。増えるわかめ、ぶち込めとかっていうのダメなのよ。ああ。で、2種類でいろんな、確かにいろんなバリエーションはできるんだけど、はい、ここで問題なのは、みんな好き嫌いがあるわけよ。だから、毎日文句言われるのね、何入れても。そっかそっか、誰か一人は苦手な人がいたり。そう、いや、すごい味噌汁ちょっとそれで嫌いになったんだけど、やっぱりなんか社会人になって一人暮らしも長くなってくると、なんかこう温かみというか、あ、こんなにお揚げって美味しいんだみたいな。あー、そうですよね、ほっこりと。そう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 、だ、味噌汁だね。佐藤先輩はそのなんかお出汁にこだわり、やめてください。お出汁に こだわりがあったりするんですか。あ、お出汁は必ずちゃんとパックの煮出すやつで。あ、パックね。はいはいはい、パックで煮出してちゃんとお味噌は入れております。あ、さすがですね。味噌汁を作るでしょ、徳ちゃん。いやー、ちょっと結構お湯で溶かしちゃったりしてますね。最近の美味しいが。そうなんですよ。結構ナスの味噌汁とかも、ナスの質感がちゃんとこうお湯で戻すだけで戻るんですよ。へー。で、なんていうんですか、料亭のお味噌汁みたいなのが売っていて、
多分自分で出汁取って作るより美味しいんですよね。あ、なるほどね、はい、フリーズドライ的なやつね。そうですそうですそうです。いやでもそうですね、あいいな、なんかお腹空いてきちゃいましたね。はい、朝はパン派ですかご飯派ですか。私パン派です。私もパン派です。あ、そうなんですね。じゃあダメじゃないですかこのトークテーマ。いやいやいや、でもね今日マーティンもあのへしこ食べてましたけど、ね、ご飯食べると朝から元気出ますよ ね、 そうだね。なので、まあ、我々今日に関してはパンとコーヒーで、はい、蜜でお願いします。はい、じゃあください。はい、頑張ります。はい、以上教えてジッププラス3でした。